変わった方がいいよな、そう思ってるあなたですよ。この国に残されている最後の希望はあなたという存在。ありがとうございます。令和新選組、山本太郎さん応援しております。でそのような中でですね、令和新選組が掲げる生きてるだけで価値のある社会、もしそれが実現できたなら本当に理想郷だと思います。それは素晴らしいと思うんですが、その一方でそうしてしまうとどうしても国民の甘えという部分が出るんじゃないかなというふうに思います。だから人っていうのはやっぱり一定程度厳しさですとか苦しさがあることによって仕事ですとかそういった部分を頑張る部分というのがあるんじゃないかと思います。ですので生きているだけで価値のある社会というのを実現してしまうと、逆にそういって頑張ろうと思う人もいると思うんですが、甘えという部分で働かなくなってしまうですとかそういった部分というのは危惧があります。ですので、一定程度 の, そのバランスという部分がですね大事じゃないかなというふうに掲げ思っているんですが、その点いかがお考えでしょうか。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。生きてるだけで価値がある社会を作りたいと言っているのが私たち令和新選組です。何を甘いこと言ってんだと、現実はもっと厳しいぞ、よくそういうことを、ご意見いただくことあります。でも今社会見て皆さんどう思われますか。私あまりにも希望が持てない社会だなって思うんですよ。でありがとうございます。でもうはっきり言っちゃうと、もうみんな頑張ってるじゃないですか、頑張りすぎてるじゃないですか。頑張ってないの政治だけですよ、私そう思うんです。だって戦争も紛争も起こってないのに2万人以上の人間が自分で命絶つ社会って壊れてますよ。さっき言いましたよね、10代から30代まで死ぬ原因の1位が自死、大人から子供まで絶望の淵にある国なんて滅びますよ。今必要なことは何かって言ったら、今と逆、寛容な社会なんですよ。それを実現するためには何が必要かって言ったら、やっぱり国の力が必要なんですよ。小泉政権以降はこの国には自己責任の嵐が吹き荒れてるんですね。そして今もそれはさらにその圧力強くなってるんです。例えばですけど30年不況、この原因は何かって言ったら個人ですか。30年不況、その原因は民間企業ですか。違うでしょ、そんな力ないですよ、個人にも民間企業にも。国が政策を決めて前に進める、その過程が30年間誤り続ければ、優先順位を誤れば、大切なものを見失えば当然そうなるんですよ。社会自体が壊れる、その今真っ只中の中でやっぱり人々にとって将来は希望ある日本なんだってことを感じてもらいたい。この30年でこの国が奪われたもの何？イノベーションですよ、安定した生活ですよ、夢でしょ、希望でしょって。それを考えた時に国が全てをやれるわけじゃない、でも国ができることはものすごく大きい。その中の一つが経済政策なんですよ。お金で全て解決できるわけじゃないけど、多くのものはお金で解決できる可能性がある。不安定であるならばそこをカバーするようなものが必要です。例えば何か、あなたがあまりにもひどい労働環境、奴隷労働の中にいるっていうような生活、これどうやって脱出できる。今の仕事失ったらもうその先ないだろうなと思ったらいつまでも離れられない。じゃあ離れる時はいつなのかって言ったら、自分が壊れた時ですよ、完全に壊れた時。壊れた自分をごまかしながらなんとか続けようとしても、本格的に壊れたらもうこれ社会復帰できません。そんな人たちいっぱい会ってきた。これ誰が作り出したよ、政治でしょ、そして社会でしょって。これを変えたいんだ、人間の尊厳を守る社会を作っていくんだっていう理念、それを持たない政治なんて私滅んだ方がいいと思う。今の日本の社会課題分かってない人たちだと思う。イメージすることは大切です、当然です。私たちの理念はそういうこと。一方でさまざまなセーフティーネットが厚くなったりとか、いろんなことによって甘えみたいなものが生まれてくる可能性は当然あると思います、当然あると思う。でも多くの方々にとって働くことって、今は生活のために働いている方々も非常に多いけど、それだけですかってことです。安定した生活、それが遅れるってことになるならば、社会とつながったりやりがいであったり、生活のため以外にも仕事だったり社会と関わることっていうのは必要じゃないですか。
逆に言えばもうそんなもの、そんな社会、セーフティーネットがものすごく厚くなって、仕事を辞めたとしてもしばらくセーフティーネットで食っていけるから、一生セーフティーネットで食っていこうぜって思う人が一人もいないとは言いません。でも多くの人々は、私はそうではないだろうなって思うんです。逆にそういう思いになってしまう人たちは疲れすぎてる、傷つけられすぎてるんだろうなって、そういう状況に陥る人ですね。誰しもが守られていて、そして自分の力 100% 発揮できるぜっていう社会にしていこうよ。その逆は散々作ってきたんだから今まで。もう変わる時だよ、変えていこうよ。それを変えられるのが政治だもん。そういう思いなんですね。もちろんご懸念 100% 当たりませんとは言い切れません。そういう部分もあるだろうなと思います。でも逆に言ったら、その人のね、何かしらエンジンがかかるようなこと、本当はその人も自分の中でこういうこと好きとか、その好きを何かしら仕事につなげられるようなタイミングがあった時にはエンジンかけられる可能性あると思うんですよね。それを国が見つけていくんかって言ったら、なかなか取り組みとしては難しいけれども、逆にそういう気持ちの人たちの相談を乗りながら、こういうことやってみたらどうかなっていうような的確なアドバイスだったりとか、チャレンジをさせてくれるような取り組みがあれば、私はいいんじゃないかなってそう思うんです。まずはこの30年傷ついて壊されてきたこの社会、その手当が何よりも必要だろうと。人間の尊厳を取り戻すような日本にしていこうよ。私はそう思うんですね。すいません、ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。令和新選組は旗揚げをして3年もうすぐ4年なんですね。で、私一人で旗揚げしたんです。最初は6年間国会議員、参議院議員やってました。で、途中で小沢一郎さんとご一緒したんです。すごい人ですよ。自民党の幹事長までやって政権交代何回もさせてるっていう。でも今は政治的に力を奪われてしまってます。力のある人なのに、逆に言ったら自民党の手の内全部分かってるから、あの人の知恵を使いながら野党は政権交代目指さなきゃダメなんですけど、嫌がられてるんですよ。怖がられてるんです。そういう人のそばで共同代表という仕事をさせていただいて、さまざまなことを吸収させていただいたんですよ。でも6年で国会議員やってて分かったことは何かって言ったら、あ、でもこれは自分のキャリアのために小沢さんとずっと一緒にいたい、学べること全部吸収してやりたいと思ったけど、それをやってる暇ないんだと思ったんですよ。それぐらいひどいから。金になる以外のことはほとんど素通りなんです、今の政治は。それを考えたときに、さらに社会が壊れていくっていうのがもう目に見えちゃうから、これは旗揚げしてやろうと思って、で、与野党をぬるっとテーブルの下で手をつなぐようなことに対して、そこをぶっ潰しに行かなきゃダメだなと思って、そのためには空気を読まない人間を大勢国会に送り込む必要がある。そのためにはプラットフォームが必要である。そう思って令和新選組を立ち上げました。3年で8議席、バックに宗教なし、大企業なし、私のバックはあなた、あなたという人から横に広げていただいて、3年で8議席、これ国会でむっちゃ嫌がられてるんです。意味がわからないから、うぞうむぞう、山本太郎といううぞうむぞうがうぞうむぞうと一緒に何かしらそういう取り組みをしてるっていうのが意味がわからないんですよ。金のためじゃない、自分の身分のためじゃない、そういうところ全く関係なくやってるっていうことが理解できないんですね。私たちある意味でイカダを作って、これ太平洋を渡ろうとしてるプロジェクトなんですよ。渡りたいんです、変えたいんですよ。向こうは軍艦とか豪華客船乗ってんですけど、こっちはイカダですよ。大丈夫、イカダはひっくり返っても使えるんです、イカダのまま、問題ない。こんなバカな取り組みは一般的には永田町ではしない。でもそれをやってやろうと思ったら、多くの人たちが力を貸してくれた、奇跡なんです。こっからさらに広げて、私は大きな風穴開けてやりたいんですよ。ぜひ政治に絶望している方も、そしてこの国に絶望されている方も、まだこの国には希望が残されていることを知っていただきたい。その希望とは何かって言ったら、今この国がおかしいよな、変えなきゃいけないよなって思ってるあなたですよ。変わった方がいいよな、そう思ってるあなたですよ。この国に残されている最後の希望はあなたという存在、この国のオーナーであるあなたがいなければこの国は変えられない。どうか一緒に力を合わせてこの国を変えさせてください。その先頭に立たせてくださいという思いで旗揚げをしました。令和新選組代表山本太郎です。